日、カンムリトールは、マカオ出身の歌手。男性アイドルグループ NCT のメンバー。SM エンターテインメント所属。芸名は、ヘンドリー。2019年1月、中国ユニットウェーブでデビュー。1999年9月28日、マカオで生まれる。北京に住んでいたことがあり、演技の勉強をしていた。コメディアンになることが夢だった。 2018年7月17日、SM ルーキーズとして公開された。9月13日、紹介映像のリボーンが公開された。12月31日、中国ユニットウェーブのデビューメンバーとして公開された。2019年1月、所属ユニットウェーブが、ファーストデジタルアルバム、ザ・ビジョンで中国でデビュー。4月19日、ルーカスとヤンヤンと踊ったポストマローン。 ワウ、wow、のフリースタイルダンスパフォーマンス動画を公開。2020年2月13日、インスタグラムの個人アカウントを開設した。11月27日、NCTU として参加した、ワークイットのミュージックビデオが公開された。2021年9月14日、パフォーマンス動画、ウーカングを公開した。ウェーブ内のユニットとして結成されたウェーブルカスヘンダリーが、 シングル、ハラペーニョを発売する予定である。血液型は、O 型。天秤座。ニックネームはキュウリ、5日本では、個性的でひょうきんな性格から、ヘン、ドリーという愛称がある。子供の頃の夢は、大きなメカを作ること。ザウの名は、努力、作り未来。両親があなたの幸せが一番、いつでも戻って来られる家はあるんだから、 楽しめる分だけ働いてきなさいと話したおかげで、ストレスや心配があまりない人間に育ったという。趣味は歌を聴きながら歩くこと。好きな曲は、ラブユアセルフ。好きなアーティストは、マックミラー。ドラムを演奏することができる。好きなスポーツは、バスケットボール、ウォーキング。好きな色はピンク。好きな食べ物は、ジルズメ、タッパル、バナナ牛乳。 好きな日本の食べ物はラーメン。辛い食べ物が苦手。10歳の頃からカエルが嫌い。2020年のウィンウィンの誕生日会では、ラプンツェルの仮装を披露した。2021年の SM エンタのハロウィンパーティーでは、名探偵コナンより、犯人の仮装を披露した。ありがとうございます。